ンズは人々が手を使って世界と関係を結んでいる実写風景と手の部分だけをトレースしたアニメーションが混在する映像作品です。作家にとってトレースとは対象を自分の中に取り込む行為であり、それは目の前の光景への理解を深め関係を結ぶ行為といえます。制作過程において膨大な枚数の作画はデジタル機器を駆使していますが、自らの身体、手を使い生み出してもいるのです。6年前からがんを患ってて、2回手術をして、上の顎を取ったんですね。で、先々月もう2ヶ月間抗がん剤と放射線治療で入院してて、そういう体験があったので、その身体の行方っていうことを聞くと、自分の体がこれからどうなっていくかっていう、なんかその生と死とか、なんか希望と絶望みたいな、なんかすごくこう、なんかいわゆるアートのテーマっていうか、なんか概念的なことじゃなくて、すごく個人的なんですけど、現実の問題として捉えてるっていうか、聞こえたっていう感じです。こういう作品を作ろうっていうのが固、イメージが固まってきたと同時に、どういうふうに展示をしようかっていうふうにちょっと考え出して、でキューブっていうのを意識しだしたんですけど、映像作品の音をすごくうまく最大限にこう活用できるような箱っていうか、スピーカーっていう感覚で捉えれるようになったので、僕の中ではキューブっていうのが、スピーカーみたいなものとして今回ちょっと展示作品に なるっていう感じですかね。上顎を摘出全部しちゃってるんで、今入れ歯が入ってるんです。ある時その入れ歯をこう歯磨きしていた時に、なんかその、入れ歯っていうのは自分の体の一部分 なんだけど、でも人工物だけど自分のものっていう風な感覚で、すごく変な感覚にとらわれて、でそれを歯磨きしているっていう手、歯を磨いている自分で手を動かしているっていう感覚が、なんかすごく不思議な感覚に襲われて、なんかその入れ歯がすごく無機質なものじゃなくて、なんか生きてるようなものに感じたのが、なんか今度手に伝染していって、なんか手って面白いなっていうふうに、不思議に感じたっていうのをきっかけに、ちょっと手を題材に作品にしてみようっていうふうに思ったのがきっかけなんですね。なんか見終わった後にお客さんがなんかこう自分の手を見たりとか、周りにいる人の手を観察したりとか、なんかそういった感じで、その作品を見終わってから作品が影響していくっていうか、伝染していくようなものになればいいかなとは思います。